はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。皆さんはクリカラ天童とかいう最強モンスターをご存知でしょうか。誰も使ってないですねこれ誰も使ってないですね。診断で一応登場した UR カードになってまして、どういう効果を持ってるかっていうとですね、なんかねちょっと怪獣とかニビルに近いんですよ。このカード通常召喚ができませんと。このターンに相手のモンスターゾーンで効果を発動した自分相手のフィールド上のモンスター全部をリリースしたら特殊召喚できますと。はい、なんかちょっと強そうじゃないってことじゃないですか。このカード名の2の効果は一旦一度しか使用できない。打点がまずそもそもリリースしたモンスターの数かける1500アップする。で自分のエンドフェーズに相手のモンスターパクれる、パクってそして死者でできるみたいな感じの効果になってます。だからデザインとしては相手のモンスターをリリースしてエンドフェーズにそのリリースしたモンスターパクるみたいなデザインになってますよね。でね、これよくよく読んでいただきたいんですよ。このモンスター強そうに思えるこの効果、別に相手ターンで撃てるわけじゃないんですよね召喚条件なので別に相手ターンで発動できるとか書いてないから、これ自分のターンでしかまずそもそも発動というかリリースして特殊召喚っていうのは怪獣みたいなことができない、まずそもそも。で召喚条件の相手のモンスターゾーンで効果を発動した自分相手フィールド上のモンスター、これがいないといけないんですよね。だから一旦相手のフィールド上でモンスターの効果を発動してもらわなければいけません。めちゃくちゃきついですね例えばバロネスとかね、双剣でいうとバロネスとか、あとなんか楽園でいうとなんかミラジェイドとか、スプライトでいうとスプライトエルフとか、なんかマスカレーナはあんまり意味ねえな、なんかそういうフィールド上でなんかもう効果を発動した状態でモンスターが残ってるみたいな状態じゃないと出せないんですよ。まあ一個言えることはめちゃくちゃ使いづらいんですよめちゃくちゃ使いづらいんですこのモンスター。これをですね私はねさん積みしてねさん積みして使っていこうというふうに思ってます。誰も使ってないんでこれ、はい。まあ、正直ですねこの枠別にこいつである必要は正直ないじゃないんですけど、これ実は召喚ムービーあるんですよ。でめっちゃエロいじゃないですか。で僕はこのモンスター好きなんですよね、だから使ってきます。はい。でデッキは怪獣家具や、怪獣抜き、怪獣抜いたところにクリカラ天童っていう感じになってます。天童家具やでねそのデッキあんの、まあそういうデッキで、一応高校取ってぶん回していくというデッキになってますんで、まあ誘発はある程度入れて増殖する G やら、ガンマやら、ウサギやらウララあたりね、あとディメンションアトラクターも入ってますよ。この辺を入れて、まあ石津ギミックやら、まあその辺のなんかモンスターを蹴散らしていきつつ、高校では、まあ特殊召喚できるレベル8みたいなモンスターをいっぱい入れて、ランク8ビート、まあアーゼウスビートみたいなこともしていくみたいな感じのデッキになっていますね。はい。デッキとしてはねそこそこ強かったです。戦ってて、まあ、デュエリストカップファーストステージでずっと使ってたんですよこれ。ね一回10連勝ぐらいしたんで10連勝ぐらいしたことあったんで、なんか普通に強いは強いです。ただこいつである必要があるかと言われると微妙。はい、やっていきましょう。クリカラ天童を救いたいデュエル3倍。やっぱねこの令和の現代遊戯王の時代にね、自分から高校を取るのはあんまり良くないと思うちょっとやっぱ時代と逆行してるからってね、なんかやっぱいまいち返しきれない試合もまあそこそこあるけど、まあ、デュエリストカップでは結構10連勝ぐらいはしたんで、まあ弱くはないですけどね、デッキとしては、まあ、クリカラ天童くんのおかげで勝った試合はあんまりなかったけどなんだろうね。双剣か、いいだろう。双剣はまあある程度の相性は誇ってると思う。クリカラ天童自体は結構双剣に対しては割と強くて、まあ、盤面的に並ぶモンスターが割とクリカラ天童でしょれるから、さあ来い龍編、うおー高校ゲーム参加権うわーよーし通った通ったよしよし通った、まあ通ったらいけるだろさすがに。バロネス短期エンドか、まあ関所まで行くか知らんけど、いや多分それはさすがに手札の枚数だけ結構強くなれるんですよ高校で。
割と手札の数だけっていうことなんで、なんでまああの増殖取ったらいけますね基本的には。はい、まあ、結構割と手数になるんでね、手札の枚数が。なるほどね。エクレシアちゃん特殊召喚して、これなんだこれ、あのあやめの双剣士かなんか出てくるのこれ、ちょわかんねえけど、ちょっと一旦僕もエクレシアちゃん出したいんだけど、なんかある。はい、さあどうする。お、なんもない。でフルールドサージの効果、エクレシアを対象に、フルールドバランスを対象に、さあ破壊していくぜ。 OK、 よし、効果使ったな効果使ったな。よし、とりあえずバロネスをパクれることが確定した。行け、あやめの双剣士、父がでけえ。そして相手がフィールドで効果を発動したため、その発動したモンスターをリリースし、行け、クリカラ天童美しい、なんという美しいモンスター。ちょっと一回影を出すか。あとはもう打点、もう死ぬほど並べて、打点死ぬほど並べて、ぶん殴りに行ったら勝てそうなんで、影を追ってきまして、でエンドフェーズバロネスパクるまでもねえな。行こう。じゃあでけえ足、でけえ足を特殊召喚。よし、もういらない、そんなもの、そんなゴキブリはいらん。行け、こんなね、なんかね、考えなくていいですよ、こんなもの。ああ、ステッカー来た強っ強っ、強欲なツバ発動、カードを2枚取ろう。よし、グリカラテンドはもう無理なので、サンダーバードも打っていく。サンダーバード、バンドバドバド、よし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 、グリカラテンド君はもう 1枚でいいから、とりあえず。OK! なんか脳死、エクシーズする必要性あんまない気がするけど、まあ一応やるか。なんかあいつフリーチェーンで逃げれるかもしれないしな。まあ、ちょっと一回ちょっと、ディンギルス爆弾されるかなんかある。ディンギルス効果発動、選んで相手のカードを墓地に送りたい。さあどうする。よしよーし、いけー、いけ、終わらー、さあまあ言って相手の盤面がちょっとあんま強くなかったですけどね。はい、対戦ありがとうございました。うおー、クリカラ天童最強、クリカラ天童を押す、これクリカラ天童くん、いいね、クリカラ天童くん、やる気、やる気に満ち溢れているわ。ああ、ライブツインか。イビルツイン、いやー、イビルツインもね、展開力えげつないんですからね、これやばいことが起きそうな気がしますね。とりあえずちょっと、まあ、一旦止まってもらうしかない。うおー、高校ゲーム参加権、参加拒否参加拒否までがよろしいですね。はい、さあ現代遊戯王始まりました。幼女なんかゴキブリのこと好きすぎるんだよな、マジで。お前主食ゴキブリだろ本当に、この幼女なんとかしてくれ。デスサイズか、まあデスサイズそんなになんか打点が高いメインモンスターをいっぱい採用できますんで、私なんで、なんか相手のなんか雑魚盾を上から殴れる可能性ありますね、結構ね。まあデスサイズ通ったとしても、うん、劇的にきめえな展開力が。あー、きわ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 き、あ、ドローなんだ、ハンデスかと思った、危ねー。え、そこハンデスされたら結構きつかったけどね、ドローなんだ、へー、なるほど。まあでもドローの結果伏せ追加されたな、ちょめんどくせえな。でかい足2匹来た、まあ、両足が揃ったといったところ。ちょっと一回未開ビッグフット君の効果発動するから、これでクリカラテンド抜かれたら結構やばいけど、クリカラテンド割とヒドラモンスター あの発動者全部のモンスターをリリースできるので結構強いと思うんですよね、この盤面。まあ、キススキル効果、まあ、エルフの効果とかもなんかゴリゴリに使ってほしいんだけどな、もはや。キススキル効果でリーダーウォッチから特殊化して、でリーダーの効果でデスサイズ叩き割る
感じですよね、多分。言っちゃった。まあでも表側カードを破壊するしかない。エルフ対象にとったら多分これで効果使ってくれると思われる。まあそれはいい、それはいい。でエルフ死ぬぐらいだったら特殊召喚するな。ああ、オッケーオッケーオッケー。でレッドかな、レッド特殊召喚されるぐらいだと別にや。ああ、いい、モンスター効果そんな大丈夫で、今効果発動したのがエルフとリーラーで破壊されて、でデスサイズ特殊召喚される。 OK でデスサイズ効果でエクストラデッキからモンスター出せないよという制約がついた。満を持していきますか。これめちゃくちゃ刺さるんじゃね。打点6000、すげえ。めちゃくちゃ刺さった。アリエスだったぞ、おい。これはあり、あ、強い。そしてでけえ足が捨てられたため相手のカードも破壊できる。きた、3、あ、もう一回きた、めちゃくちゃくる。ああそうか、ビッグウッドもう効果使ってるか。ちょっと待って、フルードサージでじゃあ破壊するわ。フルードサージ効果、未開儀のサンダーバードとレッドを破壊。くたばれくたばれ、よし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 。バトルだ、いけ。クリカラ天童で、クリカラ天童6000でダイレクトアタック。うわー、めちゃくちゃ刺さった。サンキュー天童さん。天童さんちょっとやる気出しすぎですよ。ちょっと天童さんちょっとやる気出しすぎ。ワロタ、ちょ、3枚は来すぎじゃないですかね。まあ、入れてる俺が悪いんですけど、さすがに来すぎでは。あまりにもやる気出してるな。いや、マニフィカアクセスされるときついんですけど、まあ、マニフィカに打てばいいか、うららは。まあ、とりあえずカスピテルマニフィカ持ってくると思うんですよね。はい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 。マニフィカじゃねえ、間違えた。マルファ。で、マルファに打てばいい説。よろしくお願いします。ちょっとあんまよくないです、あのマニフィカ。オッケーオッケーオッケー、とりあえずマルファは出てこない。オッケー、ただ手札にマルファ抱えられているということは確定で、カードを2枚、あ、キモいカードの枚数だな。2枚セットエンドはやばいことが起きた。エクレシア来た、なるほど。エクレシア出すで、ケモ、あ、バディスね。バーディスは1回変身するか。これで2枚ドローできるもんな。で2300だから、打点が、だから多分2500だから、多分相手の方が攻撃力高くなるし、刺繍アルファも出せるし、2枚もドローできるとかいう最強のムーブ。来たこれ、来たこれムーブ。でエクソシスタステーラ、エリス、オッケーオッケー。で2枚ドローしたいです。何かありますか。あー、ここで抱擁を打ってくるの、なるほどね、なるほど、やるじゃないか。じゃあアルファ出して、これどうしようかな。これ多分こうだね。これちょっと待って、クリカラ天童くん、これ1ミリも活躍しないけど。俺3ハンデス食らいながらデュエルしてるけど大丈夫。なんか3ハンデス食らってる状態でデュエル開始しちゃってるけど、これ大丈夫ですか先生。まあ、ちょっと一応ね、あのランク8ビートデッキでもあるんでね、まあ、こういうことできるんですけど、こうやってでこういうことできるんですけど、全部天童さん3人、まあ、手札で見守って決めてるから、まあマスコット的存在といったところですね。はい、マスコット的存在。アーゼウス君の流す効果一応2回使えるんで、まあ言うて盤面に並ばなければエクソシスタでも大丈夫じゃないかっていう。マルファね、はいはい、どうぞ。で出てくると、ミカエルスがフリーチェーンの除外持ってるんで、まあ、出てこないようにすればいいと思うんですね。
はい、でオーバーレイントを使いまして相手元流します。長嶋茂雄でイレーヌ出てくる。どうぞメインフェーズ終了前。あーそういう感じね。あーそういう感じか、まあ、普通に殴りに行くよねバトルフェーズで、まあ、一旦こう攻撃して26ダメージ与えてメインフェーズ入ってエンドする。おいこの3枚おかしいだろ。いつだと出せんのお前、いつになったらお前出せんだよ。おいおふざけんな。天童くんさ。